こんにちは、レイです。こんにちは、シンクです。ということで、今回はですね、フォートナイト7周年バースデーボックス縛り、やっていきたいと思います。じゃーん。まあ、そのままなんですけども、まあ、フォートナイトがね、7周年ということで、まあね、いつも通りのね、イベントは来てるんですよ。まあ、そこでね、バースデーボックスっていう武器とかが出るね、ボックスがあるので、まあ、その武器だけで、今回はデュオやっていこうかなと思います。ということで、早速本編へ、はい、レッツゴー。レッツゴー。アイテムショップから、クリエイターサポート、レイ FN、絶対してくれよな。うわ、チャンピオンワックス持ってるこいつ。初めて見たかも、なんだかんだ。マジ？めっちゃいるよ。これでもさ、一番ダサくない？俺、このフォートナイトにおいて一番ダサいツルハシだと思ってんだけど。いやいや、それは逆張りでしょ。いやいや、マジで。本当のチャンピオンワックスはクソかっこいいと思うけど、これで。あ、そういう、偽物ってことね。そう、このパチモンが一番ダサいと思ってる。あの、オリンピックでさ、金メダル取った人がいてさ、うわ、金メダルすげーってなるじゃん。隣でチョコの金メダルつけてんだよ。チョコレートより金メダルつけて、俺これかっこいいっしょって言ってるの一緒だからね。キモいって言い過ぎが、一旦。どこ行く、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 いや、そんな会話してもないよ。どこ行く、やばい。メーカー行こう、メーカー行こう、オッケー。今回のバースデーボックス縛りの、まあ、詳細なんですけども、武器のみ、バースデーボックスから出たものだけで、まあ、残りの移動系だったり、回復系は使ってオッケー。オッケーです。これ1試合目って言ってね。1試合目です。ちなみに、オーラ初動の街と次の街あさっても出ませんでした、バースデーボックスは。バースデーボックス出なかったんで、抜けてきた。オーラフォートナイトでリセマラしてます。頼むって。今回誰もいないから、あるよこれ。え、今回いるよ。いる？横に降りてきた。俺がこのやるでボコしてこわ。ダメだって。ブルーチェスト、さすがに出るっしょ。ロイヤルチェスト、さすがに出るっしょ。ジジイ。あ、ちなみに今回はシンクがいるんで、近日帰りになってます。頼むよ、マジで。武器が出ればね。武器が出ればね。うん、俺もあの、絡まれた時のストレス発散用にゲートキーパーショットガン持ってるし。どういうこと？どういうことですか、それは。今、ルール違反しようとしてるってことですか？いやいやいや、そんなことないっすよ。ちなみに出てない。ちなみに出てない。やばい。マジ、めっちゃレアなんちゃん。やばい、これ。企画崩壊するぞ、マジで。いや、でも、1個でも出れば。そうだよね。これさ、もう違うとこ行くわ。バラバラのとこ行こう。俺もレベルついてくる。出始めてる、この街から。ね。きたー！頼む、いい武器出してくれ。はい。お、紫バーストやる。まあ、マシ。もう一個ある。は？激アツやん。いや、俺もこっちで出すから、開けてくれ。そこでショットガンとか出して最強のといてくれ。来い。モナーク。あ、結構熱い。あ、モナークめっちゃいいやん。来たー。戦えるぜ、これで。俺、これで死んだら全ての武器を失うから、マジ死ねないな。ちょっとどっちかちょうだいよ。いらない方。うわー。じゃあ、モナークちょうだい。オッケー、バスエールあげる。おい。でモナークの方が使いたいかも。じゃあ、まあ、いいでしょう。それは俺、お前に託すってことだからね、つまりは。お前死んだら武器ねえぞ俺！マジ？はい。サンキューサンキュー。モナーク一本で倒したら結構やばいな。倒した人から出たやつもダメだもんね。ダメだよ。こいつら倒したところ何も得るもんないんだよな。待て。一旦逃げかもこれ。逃げれる？イージーイージー。逃げるのだけは得意。オッケー。撃ってきたら打ち返しちゃう。やったやった、行こう行くぜ形勢逆転や。はい、お前一人ぼっち、ボット連れてね。ありがとう。68 70白一回リロードする。張り替えた、やってくー。ナイス、ふぅー、バース一本釣れ。結構当たりかもな、モナークピストル。待って、目の前に俺の進化系みたいなスキンいた。なんかね、黄色い鶏が左から右に走り込んでた。ちょっと待って、まず俺、宝箱探すわ。頼む。ガーやばい、俺の体が銃声に引き寄せられる。おいおい。ちょっとボッティだ。ボッティ、バースデー宝箱持ち歩いてない。よいしょ、うまっ。まださっきのひよこ走り込みひよこ、あ、これボッティや。あ、アフスロールの周り。マジ。どこらへんや。俺の前か。あ、すいません。あ。オッケー。ナイス。
俺もうこれ一本で戦うっぽいな今回。ちょっと今もう諦めかけてる自分の人生を。そろそろねメダリオンとかと戦い始めたら苦しくなってくるよ、これこの武器だと。もう苦しいもん俺。バステ宝箱が落ちて、えあれだ、こっちしかも2個も開けてる贅沢者が。ちょっと顔押してる。え、中に押してる、中に押してる、中に押してる、してるこれ。残骸。それはどうなんだ？残、そっか、交換した説もあんのか。は？だる！これ、判断基準は霊算したんでしょ、次第でしょ。いや、これ出てたな、こっから絶対。いや、絶対出てただろ。絶対出てたな、これ。俺持っていいの、これ。絶対出てたでしょ、だってこれ。だって、バースデーボックスの中にあるもん。確かに。バースデーボックス縛りやもんな。そうよ、そうよ。バースデーボックスの中にあったら、それは入んないか。そりゃそうよ。ちょっと俺も自分でバースデーボックス開けたいんだけど。俺、ただの小じきなんだけど。うわ、こいつら、車で走り回ってるわ。あれ、やっちゃう？全然あり。しまおうぜ。まずは、車の隣に乗らせろ。乗れなかった場合は、まずタイヤを割ります。もう、ガン逃げ。最近なんか当たる人めっちゃ逃げるんだよな。待って、宝箱だ。よしよし、こっから出すしかない。来い！ダーン！もう、いた！なに？敵敵敵！大丈夫か、姉さん。78？ そいつ移しとくわ、場所。詰めちゃおう。詰めてボックスサイトして倒しちゃう。こいつも。もう。めっちゃロー。おった？うわぁ、ちょっとこれ！チーク、後ろ見ろ！こいつだけ。ちょっと考えればレイさんのやつからやればよかったな。そいつめちゃくちゃロー。ちょっとまずい、これシンさん、この人回復しすぎ問題。シンさん、おい、危ねー、ナイス。よしよしよし、え、残りなんだかんだもう12人しかいないよ。ない、一旦逃げか。いや出したいな、終わるまでに1個ぐらい自分で。どこだったら出るだろうな。ここの地下の、ま、トンネルの中ぐらいもう宝箱あるの。行くか。宝箱の音はするよ。宝箱の音来い。何が、レイさんまだ1個も開けてない。そういえば1個も開けてないよ。激レアやんあれ。もう1本終盤までにショットガンないと。7周年もないんだ。7周年を感じれてない最初のバスでしか。空島だったらなんか残ってるとかない？もう飽きるのもめんどくさくなって。あー、ワンチャン、ワンチャンあるべ。バスでボックスなんてもういらねえよって言ってる大富豪がいるはず。え、てか、え、ロールドソラ、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン。うわ、こっから出すしかねえ。来い。なんだよこれ、ほんとあんのかバスでボックスって。幻だろ。敵いるくね？74。おい、当たった。ナイス。ユニビーム。74。だ、押してくー。あ、宝箱あるじゃん。来い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 。ああ、こんな走り回って一個も出ないの。あらあら、宝箱。頼む。来い。来た！来た！うわあ！うわあ！いい反応すぎだろ。ボスプレゼント。俺の誕生日プレゼントちょうだい。おい、アサルトライフル！もう持ってるって！初めてのバースデーボックスかぶり。悲しすぎる。だいぶ期待したぞ、俺今。来たーって言ってたもんな。来たー！来たー！来たー！うわぁ！てかもう俺やん。風船飛んでる、風船飛んでる。空中。なんか、70？ こいつやられたら残り1人だ。ここ最後の大勝負だ。白？ワンショー、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 ワンショー。当たんなすぎ、当たんなすぎ。うわ、どっちもロー。オッケー、ヘッショー。こいつローなんだよね。レイさん行け。やばい、ユニビーム。レイさんの 1V は見守っとくわ。オッケーオッケー、任せな。分からせてやるよ。俺がどれだけ必死な思いしてこのバースデープレゼント開けた武器を持ってるかってことをな。やばい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 。ふぅー、勝てるんだ、これ。もっときついと思った。モナークピストル当たりだったかも、だいぶ。俺はずっと外れ。パンダの人生みたいなことを歩んでるわ。大外れ。大外れ。大外れ。やばすぎ。あ、撃ってきた、撃ってきた。あ、これしかも、最後。ははは。兄さん、これで決めてくれ、この。アモナークピストルでね、空中からピュンピュンで笑ってるわ。はい、もう殺してくるわ、あいつら。お前、騒ぎやがって、お前。いけねえ、ミサイル。おら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 。
くぜ。はい。はい、ナイス。ジューシー。ジューシー。ということで、今回は、7周年バースデーボックス縛りだと、皆さんどうでしたか？真空のチャンネルがある方はぜひチェックしてあげてください。お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。